久々に1年目営業小林社に出向したんで、その同期に会おうと思ったら、うん、60数人いた同期が1桁しかいなくなってて、みんなリストラされてたみたいな。なんで辞めたのかっていうところ、はい、率直に理由を聞かせていただけるとどんな感じですか？ストーリーとしては3つぐらいあるんですけど。はい、どうも皆さんこんにちは。トップシューのおさです。おさです。サスケです。このチャンネルでは人生の選択肢をお届けするをテーマに、役立ち情報を配信しています。チャンネル登録、ベルマークのクリックをよろしくお願いします。お願いします。こちらにいらっしゃいます黒石さん、東京大学を卒業されてリクルートに入られて、今は起業家をされていらっしゃいます。はい、本日もよろしくお願いします。お願いします。じゃあ小石さん、本日のテーマは何でしょうか？今日はですね、まあ、あのリクルートにせっかく入ったのに黒石さんは辞めちゃったということで、うんうん、お父さんもお母さんもがっかりだったんじゃないかなと思ってなんで辞めたのかというところを見ていきたいなというふうに思います。はい、いいですね。はい、ということでリクルートに入られて何年目で辞められたんですか？7年目で辞めましたね。なぜそのタイミングかというと、リクルートの場合は当時は6年半働くと、まあ、退職金が1年分出る、年収1年分出るって話だったので、まあ、そのタイミングが過ぎたタイミングですぐ。じゃあ結構会社としてもそのぐらいのタイミングで第1陣はどんどん出て、その資本金にガンガンやっちゃってねみたいなメッセージもあるんですか？メッセージは分かんないですけど、それぐらいのタイミングで多分年収も上がってきて、うん、で結構コスパがいい人悪い人の差が明確になってくるっていうところなんじゃないですかね。で、なんで辞めたのかというところ、はい、うん、率直に理由を聞かせていただけるとどんな感じですか？ストーリーとしては3つぐらいあるんですけど、おで、まず1つのストーリーはなんかミッションビジョンに紐づいて辞めましたっていう話で、はい、僕はもともと学生時代から言っていたミッションとして、自分のミッションとしては全ての人がそれぞれの夢目標に向けて全力で走り続ける社会を作ると言っていて、はい、それが入社3年目くらいで、はい、若者が未来に希望を持てる社会を作るっていうミッションになんか言語を変えたんですけど、はい、でその背景としては、当時リーマンショックに起こってて、うん、で僕がなんか就職支援をしていた自動車部品メーカーさんとかに就職支援していたのに、うん、リーマンショック起こると一気に自動車の工場が停止とかするんで、はい、で派遣切れになって、同世代の人とかが自分が就職支援した人々も路上に出てきてホームレスになって、ここからホームレス支援の NPO のお手伝いからちょろっと始めたっていうのが、まあ、それにつながる取り組み一つみたいな、はい、で翌年東京に移動になって、名古屋からまた東京に移動になって、で久々に1年目営業子会社に出向したんで、その同期に会おうと思ったら、60数人いた同期が1桁しかいなくなってて、みんなリストラされてたみたいな。で、同時にリクルート本体でも企業年金制度変わりますと、退職金制度変わりますみたいな説明会が開かれた時に、単純に同世代がホームレスになってて、友達がリストラされてて、で企業年金が右肩下がりで、退職金も右肩下がりで、で国全体の年金も右肩下がりで、国全体の企業年金も崩壊しつつあるみたいな。これどうやって生活していけばいいんだろうっていう強烈な将来不安があったところから取り組み始めたので、当時はまず NPO のホームレス支援のお手伝いから始めて、はい、でその次に取り組んだことが、まあ、リクルートの中で立ち上げた新規事業みたいな感じでもあるんですけど、当時はなんか若い人が働きたいけど働けないみたいな、で24歳以下の失業率が 10% を超えていたみたいな時代だったので、でそういった働きたいけど働きたい若い方を対象にした、まあ、就職支援サービスっていうのを立ち上げて広げてきたっていうのがリクルートの社内でやっていた新規事業です。だけど景気が良くなってきたっていうところと、我々の僕がなんか立ち上げた事業についても、まあ、全国70拠点ぐらいでなんかいろんな NPO さんと提携して広がるみたいなことができたんで、まあ、勝手にまた目線が低いんで自己満足してですね、で次何やりたいかなみたいなことを考えていた時に、まあ、今の話に切り替わったんで独立したみたいな。で、当時は働きたいけど働けない若者がいたんで、まだ就職支援サービスができたんで、はい、でけどそこの課題は景気が良くなってきたってことと、はい、自分たちのサービスも広がってきたってことで解決されてたりで、じゃあ次の課題は何だろうと、で働けたとしても若い人がやっぱ働いた先の未来が描けない、なぜかというと賃金水準を見下がり、退職金を見下がり、年金を見下がりの中で、でこの根本的な背景はやっぱり経済の衰退があるみたいな、はい、でじゃあ中長期的にこの日本の30年後40年後を支えていくような経済成長を実現しようとしたら何が必要なのかって捉えた時に、やっぱり新しい産業は日本から生まれる仕組みが必要なんじゃないかっていうふうに置いて、はい、じゃあ新しい産業は日本から生まれるためには何が必要だっていうと、やっぱ起業家の数が確率論で見ると必要なんじゃないかと思い、でじゃあ起業家の数増やそうとした時には
何が必要なんだろうって、ね、起業家さんのプロフィールをざっと調べてみると、まあ、大学在学中に起業経験がある人はかなり多かったみたいで、起業経験ある人も就職してるんでまた起業して上場企業になってるとか、それ我々起業体験という言葉でまとめてるんですけど、それは何で言ってるかというと、大人から見るとそれって起業でいるのっていうレベル感の小さいビジネスをスタートして成功体験積んだ人は会社作って学生起業してみて、でもっと大きくなりたいと思って就職して目線を上げて起業家として活躍して成功してたんで、そんな人々が新しい産業を作っていたのに、この起業体験をやってる人っていうのはもともとできる人しかやってないみたいなことになってたんで、まあ、そんなプラットフォームを次は何か作りたいなと思ってやったっていう。なるほど。ストーリー1 さすがだよね。やっぱこうマクロ的なところからさ、こう自分の辞書に落とし込んでいくから、やっぱりこう感を捉えてらっしゃる方なんだな。そうだね、確かに。ストーリー1に関してちょっと期待したけど、